はい、どうも、ジョーカーズネットと桃文です。はい、あれあれ久々ですね。なんかあれ、自粛期間中以来ですかね。そうですね。そうなんですよ。ね、タイトルとサムネイルでちょっとね、びっくりされた方いますけど、はい、最初に言いますと、桃文くんはコロナにではなってませんよ。なってないですよ、はい、大丈夫です、僕は元気です。はい、まあちょっと報告っていう感じなんだけど、はい、まあ実はね、ちょっと近々に、もうそろそろ今年も終わるから、うん、ほら、なんていうの、まあ、締めの動画とかさ、そうだね、集まっていつも通り撮影しようよってね、っ思ってたんですよ。はいはい。なんかちょっと集まれない理由がありまして、はい、まあ簡単に言うと、桃文くんの家族の一人のね、誰かとか言わないでおくね。はい、そうですね。家族の中で、の中でコロナが出たわけじゃないです。家族の方、一人の方のお勤め先の中でコロナがちょっと出ちゃって、はい、濃厚接触者に、ね、該当されたの、ご家族がされちゃったので、桃文さんとも一応僕は会わないでおこうという措置なんですよ。そうなんです。やっぱね、はい、あの命が一番大切ですから。いや、それそうですよ、うん、もう命に越したことはないんで、ね、まあ、ちょっと安全をね、考慮して、そうそう、こういう形もね、できますからね。そう、はい、なので、なんていうんですかね。まあ先に言うと、ちょっと年末年始の動画、せっかくちょっとこう、うん、区切りの挨拶ですけど、こういう形に、うん、なりますっていうことを分かっておいてください。はい、そう、本当に申し訳ないですけど。いやいや、それはしょうがないことですからね。うん、うん、まあ年末ね、ちょっとね、集まって、なんかね、ちょっとできないのはちょっと残念ですけど。はい、まあ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 、ああ、そういうことなんでね。本当はね、もう去年みたいにね、わちゃわちゃして動画とか撮りたかったけど。そうなんですよね。うん、実はあの夜にね、ライブ配信も僕個人的に考えてたんですよ。なんかさらに、はい、すごいね、ちょっと申し訳ない。いやそれ、うん、まあ、まあ年始にでもやりましょうよ、またね、やりましょう。はい、ま、そういう形で、はい、ですね、ちょっと僕の家族の中のその人がね、その職場が落ち着いたら、まあちょっと様子見てね、また雄太に声かけて、はいはい、いつも通り撮影ができたらなぁと思っております。まあ、ちなみに桃文さんの家族の方ももちろん、PCR のしたんだよね。はい、保健所からの要請で、PCR 受けましたが陰性です。大丈夫です。でした。一応大丈夫だったんですが、はい、大事を取ってということで、僕らもね、そうこういうのは、ね、分かんないですかね、どういうルートで来るかね。もう目に見えないからね、ウイルスはね。はい、本当に一応大事をということで、はい、まあまあ映像上で一緒にいると思うんでね、いますね。別に何らあれはないんですけど、まあ、ちょっとね、はい、ちょっと予定が狂っちゃったから、ちょっとお知らせという感じで。そんな感じで、そうですね、うん、年末年始は、リモートでお届けしたいと思います。お届けします。はい、という今日は報告の動画だけでちょっと急遽撮っております。俺もちょっと風呂上がりだからさ。いや、そう、俺わざわざドライヤーとアイロンしたんだ。あ、マジで。そうよ、俺今だって風呂マスクにカチューシャしてる。うん、マジでそういう感じなんだ。そう。はい、一旦ね、今日はそんな感じのご報告ということで、はい、なんでね、やりたいと思います。はい、2人で並んで動画は撮れませんが、またこれはこれでね、はい、楽しめる、そうですよ、じゃないかなと。このね、今のこの環境らしいというかね。はい。なので、ね、まあまあそんな感じになります。本当に、なのでね、皆さんもご理解をお願いいたします。はい、そしてね、はい、そして皆さん、はい、ぜひね、気をつけていただいてね。本当に気をつけてください。はい、やっぱね、目の前まで来るとやっぱまた怖いなと思いますね。怖いよ、どん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 増えてきてさ、東京も何、12月の今日ね、
24日ですよ、クリスマスイブの夜に撮ってます本当だよ、はい、ですけど今日最高が出ちゃってね888人とか出たってますけど888と、はい、でもね、本当気をつけるしかないですから本当に。いや我々のねこういう行動一つもねちょっと減らすきっかけになればいいですね。そうですね、本当に、はい、政府の方々に従って、そうですよ、はい、ここはもうねしょうがないですから、今まで撮った動画がちょっと編集して上がる場合もあるので、うんうん、それはそれということで、そうですね、はい、こういうパターンがあるということちょっとイレギュラーですが、はい、という報告をさせていただきました。ちょっと動画でね、はい、どうせだからね。そうだね。そんなにあの心配はいらないと思いますので。全然元気ですよ。はい、僕も元気です。はい。ということで、まあ今日はこんな感じで、また次回ねお楽しみにしていただけたらと。はい。はい、思います。よいしょ。はい。それではさよなら。バイバイ。アディオスがやりにくいんでね。やりにくいね。とてもやりにくいんで。じゃあ一回やってみようぜ。せーの。はい、一回やってみましょう。アディオス。